Welcome to Flipside Planet. FFFSP 盤面の向こう側、音楽の惑星 Flipside Planet へようこそ。 What's poppin'? It's Nary, it's your boy DJ Packet right hereAKA Jam Pop Song Writer Samurai Who spit the words as sharp as the sword you heard? そんな名前あったんだ。初めて聞いた。初めて聞いた。マジで私の工場ですよ。I spit the words めちゃくちゃハマしてる。シャープにサムライソードみたいな。サムライということで、大袋成明でございます。隣には深夜です。ダンです。はい、そしてですね、先週に引き続きヒップホップ予備校ということで、はい、OMSB in the building、お邪魔してます。 OMSB です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。します。先週聞いた方もご存知かと思いますが、ヒップホップの理解を深めようということで、もう本当にただの雑談ですが、僕はかなり勉強になってます。ああ、よかったよかった。本当に。これはね、まず音楽の授業でやってほしい。中2の。中1、中2の。中1、中2から本当に思春期入るから。でしょ。そこにぶっ刺さる。そう。やっぱヒップホップだと思う。ヒップホップだと思うから、バッハとかやらずにそっちやってほしいなって本当に、はい、思います。ということで、今週もまあフリートークなんですけど、ダンちゃんからまずね、すごい素朴な疑問が出てます。はい、ちょっとワックってなんだろうと思って。あー、もう用語がわからない。用語がちょいちょいわかんない。もう超ヒップホップワックは簡単で、もう偽物っていう。偽物、うん、ワック。やっぱヒップホップって本物と偽物文化あるんだ。やっぱそうですね、本物か偽物かみたいな。やっぱりなんか生きてるだけとか、やっぱギャング要素がやっぱ強いからだと思う。あとは中身がないと、中身がないとか、そういうペラペラだとワックって言われちゃいます。ヒップホップの悪口みたいな感じ。そうですね、ワック MC、 ワック MC、 ワック MC、 あとね、ブースの向こう側からも質問が来てますよ。熱いMC とラッパーって何が違うの？人にマジで寄っちゃうかもしんないけど、俺の場合は、まあ、MC のその何の略かって言ったら、いろいろあるじゃん。あ、そうなの？いろいろあるんです。マイクロフォン、コントローラーが俺あれだと思うけど。もう俺もそうだと思ってた。俺司会の方の MC もあると思ってた。それはマスターオブセレモニーだったから。そう。テレビの司会だ。そう、全部一緒だと思ってた。でもまあ確かにビートに乗ってやってるわけじゃないもん、うん、マスターオブセレモニーは、うん、でも MC でもその意味でつけてる人も多分いると思ってて、ね、の中でこの場所を取り仕切るやつじゃないけど、そういう意味もこもってるから。で、俺の中でのそのラッパーと MC の違いは、ラッパーはラップする人なんですよ、MC はもうちょっとなんだろう、盛り上げる人。盛り上げる人、回す、そしもうちょっとディープな意味で使ってる気がするっす。なんか俺はどっちかっていうと、そこはどういう、俺が思う MC っていうのはすごいざっくりなんですけど、スキルがちゃんとあるとか、そのリリシズムがちゃんとあるとか、そういうプロって思ってて、ラッパーは多分ラップしてそれやってるよって言ったらラッパーでいいんじゃないかなって思ってるんだけど、MC っていうのはなんか一つ俺の中で敷居が高いなって俺なんか思ってるです、ラッパーになれても MC になれないことがある。MC 何々って言っててもなれないと思ってるっていうか、うまくなんかかっこよくなきゃみたいな、そういう自分の中で。確かにちょっとそのイメージもあるっすね、そういう線引きしちゃってですね、自分の中で。オムさんのベスト MC はいるんですか？ベスト MC いすぎるんですよ。まあ、ベストはむずいな。あ、でもなんかザ・ MC みたいな、頭にパッと浮かんでくるのはやっぱケアレスワンとかになるのが、ケアレスワン聞いたことない。あのそのブギーダウンプロダクションズって、あのゴールドスクールのケアレスワンから始まる KRS、 あの、あ、クリスみたいな。そう、 KRS ワン、クリス、聞いたことない。あ、クリスだから KRS なの、クリス・パーカーだっけ、おお。あ、このサンドラポリスってこれなんだ。あ、そうそうそう、コウサさんの曲で聞いたことあるぞ、これが結構元ネタというか、そうなんだ。で、ヒップホップが面白いのって、そのコウサくんの、がこの今のサンドラポリスっていうのをサンプリングしてるの前に、その前にその
コサ君がやってる曲の元になってる曲がシーダさんの曲であって、あ、そうなんだ、マイクギャオとやってるやつで、それのフックで使ってたのをオマージュでコサ君がやってるみたいな、そういう一個ストーリーがある、ストーリーがあって、その数珠つなぎ感っていうか、そういうところも多分ヒップホップの面白いとこだなと思います。サンプリングの文化About looking at the real criminal. This has got to cease. 'Cause we be getting hyped to the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the bees. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the bees.でこの人はねマジでライブ見てほしい、うん、MC だーってなんか思う、あ、なるほど、 MC、うん、かっこいい、かっこいい、リリックもかっこいい、うんうん、俺イギリスに住み始めて、うん、英語が分かるようになったから、そのヒップホップがダイレクトで刺さってるんだよだから多分俺より刺さってるそれ聞き直して刺さってきてるのよ、うんうんうん、でもナズとかはさすがに難しすぎて分かんないの、あ、まあ、大好きなんだけど、うんうん、あのビギーはマジで分かる、うんうん、分かりやすくてやべえみたいな、シビーみたいな、シビーみたいなのがある、うんうん、JZ とかビギーはそうかな、あとカンヤはめっちゃ分かりやすい、あ、うんうん、めっちゃ分かりやすくインフムし、おもろい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 こと言うとるそうそれこそウータンも分かりやすいね、ウータンめちゃくちゃ分かりやすい、そうなんだ、はってカンフーのイントロが入る時点でなんだこれってまずなるしでみんななんかブチ切れたようなラップしてるしなんかめっちゃ仲悪いんでしたっけウータンって、今どうなのかな、でもドラマ化してるから大丈夫なんじゃないかって思ってんだけど、けどアーシャみんなで撮ってるもん、アーシャみんなで撮ってる、だからその時点で大丈夫でしょ、うん、いや36チェンバーズ、うん、聞いて俺は本当に衝撃だった、あれはマジで、あれぶっ飛ぶね、聞いたことある、ウータンあります、ウータンある、はい、聞きたい聞きたい、今聞きましょうみんなで、何が好き、俺はでもプロテクチャネックか、でもブリンプロテクチャネックね、チェスボクシングも好きだ、プロテクチャネックだ、行こう、うん、うん、So what's up man? Coolin' man. Chillin' chillin'. Yo, you know I had to call. You know why, right? Why? Because, yo, I never ever call and ask you to play something, right? Yeah. You know what I want to hear, right? What you want to hear? I want to hear that Wu-Tang joint. Wu-Tang again? Yeah, again and again. これは本当にびっくりしたね。おお。これも答えだね。確かにこれ答えかもしれない。Raising hell with the flavor, terrorize the jam like troops in Pakistan, swinging through your town like your neighborhood Spider-Man. So all tick-tock and keep ticking, while I get you flipping off the shit I'm kicking. The Lone Ranger, co-ed, danger, deep in the dark with the art to rip the charts apart. The vandal, too hot to handle your battle. You're saying goodbye like Devin Campbell. Roughneck, Inspector Dex on the set. The rebel, I make more noise than heavy metal. The way I make the crowd go wild, sit back, relax, won't smile. Ray got it going on.Pal, called me the rap assassinator. Rhymes rugged and built like Schwarzenegger. And I'ma get mad deep like a threat. Blow up your project, then take all your assets. 'Cause I came to shake the frame in half with the thoughts that bomb shit like math. So if you wanna try to flip, yo, flip on the next man. 'Cause I'll grab the clip and hit you with 16 shots and more I got. Going to war with the melting pot. It's the method man for short, Mr. Map. Move it on your left, ha, and set it off.Get it off, let it off like a gat. I wanna break food, cop me back. Small change, they putting shame in the game. I take game and blow the nigga out the frame. And like fame, my style will live forever. Niggas crossing over like they don't know no better. But I do, true, can I get a suit? Not respect due to the 1-6, ooh, I mean, oh. Yo, check out the flow like
crossing niggas off because I'm hot like sauce. The smoke from the lyrical blood make me ooh. What? Grab my nut, get screwed. Ow! Here comes my Shaolin style. Truth be a baby, why you to my crew with the. ちなみに、うん、ウータン一番最初に聞いたのはいつだったの？中3。中3か。中3もし、ど思春期。もうなんかスペシャルで、うん、ヒップホップのビデオだけが流れる回みたいなのあって、それでウータンのトライアンフって、うん、トライアンフ、うんうん、ビデオ流れた時、もうビデオやばすぎて、うん、最初なんか ODB がなんかそのビルの上でなんか覆面してなんかすげえがなってるみたいな、うん、でラップ始まりましたっつって、そのデックがビルで壁に張り付いてラップしてね、うん、なんじゃこりゃみたいな泣ける。結構度肝抜かれて、うん、速攻隣のツタヤに CD 買った、うん、なるほどね。俺はね実は一昨年見ちゃったの、あの新幹線で喧嘩してる動画。 あれめちゃ面白い。知ってる？いや知ってる知ってる。ユーゴットとメスが、そう、お前はなんかラジオに遅れてきて女と電話してるからだ、いい違い俺ら取引してるからだおめえより稼いでる。カメラの前だからお前カッコつけてんだろってしかもなんか一番人気なやつと一番人気ないやつで揉めてたからそうなんだ。一番人気のあるやつはやっぱレーザー。言い過ぎかもしれないけど、うん、ユーゴットってユーゴットね、うんうん、が一番。あ、いやでもマスターキラーかな。ロッキーな。マスターキラーが一番、まあマスターキラーは地味なんだけど、ユーゴットはキャラあるんだけど人気はあんまない。俺メソッドマンがまあずっと、まあ、いろんなとこに入ってるじゃん、なんか、うんうんうん、いろんな人とやってるから、うん、そうそう、だからでこの前なんかヒップホップ50周年でなんかのアワードかなんかに出てきたんだよ、メソッドマンが。でまだ現役なんだっていうのと、そのみんなが盛り上がるのを見て、あ、こんなやっぱメソッドマン人気あるんだっていうのを俺初めて知ったの、ね、筋トレをインスタで載せるようになってからまたバズってるらしいキャーキャー言われてるらしい。そのバズり方やばいねいやでもウータンはほんとキャラが立ってるし、めちゃくちゃ立ってるし、そのイメージあるっすね。メソッドマンぐらいじゃない、全部その当時の2パックとかビギーとか、うん、あとディアンジェロの確かにブードゥとかに100円して出てくるっすよね、うん、至るところに。そういう意味でもなんかすごい広いところに行ってった、うん、仕事人感がすげえあるって、なんか俺がウータン好きなのは、うん、すっごいアホっぽくやってんのにちゃんと仕込んであるっていうか、でも本人は多分何も考えてない人もいるだろうし、うんうんうん、なんかただ俺たちはウータンなんだぜ、ウータンがライブすればみんなウータンだぜとかなんか言う感じいやマジでそう、そうマジでもそれを本気でやってるやつと、それをちゃんとレザが、うん、そうテックスで弾いててみたいな、このバランス感、アホとスマートのバランス、うん、超いい。コントロールやっぱしきれてなかったっぽいけど、うん、そのドラマとか見てると、うん、でもあここでやっぱこういう意図あったんだみたいなのはやっぱり答え合わせになったりしてて、うん、なるほどね、うん、だからすげえアルバムとしてなんかそのちゃんと聴かせるっていうスタイルがもうすでにこの時にあったんだなみたいな。確かにね、うん、じゃあフリップサイドプラネット後半もまだまだ続きます。 Yeah, peace。サイドプラネット後半でございます。今日はゲストに OMSB をお迎えして、ちょっとヒップホップ談義、はい、2週連続でさせていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応予備校なんで、はい、あの分からないことがあったら分からないと、はい、素直に、はいはい、分からないことを分からないままにしない、はい、俺も分からないままのものがいっぱいあったそういや奥が深いですねそうなんですよ、そういうゴミも溜まってる状態で、ね、いや面白いですね。俺思うんだけど、なんかハマればハマるほどドラム以外いらなくなってくるっていうか、いや分かるっす分かるっす。そう
最初の方とか俺すげえなんかあんまドラムとベース以外なんか入ってないような曲ばっかなんか紹介しちゃってて、うん、そんなことないそんなことない面白かった、うん、俺はなんか自分ヒップホップはまあ何個か聞いたことあるんだけど、うんうんうん、めちゃくちゃそこにハマったわけじゃないしラッパーってわけでもないんだけど、うん、でもヒップホップ精神はめっちゃあると思うんだよ。なんかいやあると思う俺だって俺なんかそのボブクロ君のトラックとか聞いてる時にその、うん、めっちゃヒップホップだなと思って聞いてたから嬉しい。そう、音数もやっぱ少ないのとかもあったりとか、うん、なんかすげえしっくりくる。まずリズムが大事だし、うん、あと、うん、俺はヒップホップの真髄は自分が語れないストーリーをリズムに乗ってなら語れるっていうのが俺大事だと思ってるんだよ。そう、だから別にそれ音楽じゃなくてもいいと思ってて、なんか人との会話のリズムの中で、うん、俺実はさみたいなさ、うんうんうん、あるじゃん。言えないリズムと言えるリズムがあって、うん、で俺本当普段の会話でも結構気にしてるんだよね。自分の会話のリズムとか人とのリズムみたいな、テンポ感、テンポ感、グルーブみたいなさ、それを人はグルーブって呼ぶけどさ、それで音楽があって俺は良かったし、音楽がないと語れないことがいっぱいだからみたいな、だそこでヒップホップにすげえ共感するの、そこにまず深く、うんうん、っていうだからね本当に話し始めるとやっぱねオタクみたいな感じになっちゃうっていうかね、これはねなんとかかんとかねみたいな、ちょっと早口入ってっていう、でもなんかいい感じに今日あのラジオだからなんかちょっと考えちゃってて、うん、でいい感じに遅くなってますけど、うん、もう俺まだねいっぱい聞いたことないのあるのよ、うん、もう NWA はまだマジで聞いたことない、聞いたことあるんだろうけど全然記憶にないし、うんうんうん、パブリックエネミーもない。パブリックエネミー NWA ももちろん聞いてほしいし、うん、俺はなんか同じ要素をパブリックエネミーにもあると思ってて、その上でなんかすげえ刺激的なのが俺はパブリックエネミーかなと思ってて、なんか、うん、あのミュージックビデオは見たことある、あ目覚ましテレビくんみたいなのそうそう色のなんて、何目覚ましテレビまあ、まあ、でっかい時計ぶら下げて首から目覚ましテレビのあれみたいだったやべー、あのそれで衝撃でさ、しかもそれをニューヨークのストリートで撮ってて、ね、しかもなんかわかんないけどドローンみたいな撮り方してて当時すげー人が集まってるからなんかえどういうカルチャーって思ったの、あそのなんでこんな人がこんな集まってるわけみたいな、でもそれが理解できなくて衝撃だったってのがある。なんて曲だったっけ、ファイトザパワー、あそうファイトザパワー、そう、まあ、多分今ならわかるんじゃん、今ならわかる、うん、Another summerSound of the funky drummer, music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing y'all, swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting, knowing what I know in, while the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want, gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Hey.うん、でも今ならわかるな、うん、今久々に聞いたけどわかるかも、これは大好きですね、世紀末感が半端ないんだよな、あ、うん、そのなんかわびしさみたいなのもあんのかな、うん、うん、確かに俺それで言うとさ、うん、今これ聞いてあれ思い出したんだ、あのリスペクトライムスターの、はい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 、B ボーイイズム、うんうんうん、そのまさにこのリズムじゃん、そうです、で俺初めてライムスターを去年聴いたの、あ初めてだ、初めて聴いたのよ、うんうんうん、まああの曲は知ってたよ、決して譲れないぞ、決して譲れないぜこの美学っていうか、これは知ってるけど、うん、あれ通して聴いたんだけどすごいね、ごいあのアルバム、うん、すごいめちゃくちゃ食らった、やっぱ全然他の MC とは違う、あの時はやっぱあれはすごかったなと思う、うんうんうん、マジでプロに聴いたことありますね、うん、決して譲れないぜこの美学、何者にも飛びず己を磨く、素晴らしい記録で成しただけに届く、轟くベースの果てに見た揺るぎない俺の美学、何者にも飛びず己を磨く、素晴らしい記録で成しただけに届く、轟くベースのこと、 Let's just 俺
俺の名前はビーボーイ、神の申し子よ、聞きな道行くと後ろ、 Yo、 そこのビーボーイのわなビーボーイ、君だ聞こえたら即答しろ、はあ、畑違い人間違いってか分かったから黙ってな、目くそを鼻くそのカテゴライズ、耳くその価値もない、だから語り明かそう、赤子同然の若造、はぐらかそうとかちゃかそうとせずに、さあ寄ってきな、丸出しの心雑誌語るセミナー開講、それじゃ相棒 B ボーイの B を定義してみな、決して譲れないぜこの美学、何者にもこびず己を磨く、決して譲れないぜこの美学、何者にもこびず己を磨く、素晴らしき記録で成しただけに届く、とどろくペースの果てに、いた揺るぎない俺の美学、何者にもこびず己を磨く、素晴らしき記録で成しただけに届く、とどろくペースのごとく、yeah. たまる、たまる、数はともかく心は少数派、俺たちだけに聞こえる特殊な電波、よく見ときな、最後にはどちらの価値か、天の弱たちの価値観、何せ行く手は偉く遠距離、足跡からも学ぶぜ謙虚に、あえて時には手も汚そう、愛なき時代の最中にようこそ、何度でも言うぞ、俺の名前は黄色い B-Boy、 半端なくナンバーワン、 Yeah、 手前味噌売りつけるアキンド、毎週末の金土のテレビドラマの中に後ろ姿見つけられなかった仲間たちのため、キックザバス、カスケットバス、まるでストレス飛ばすジェットバス、おう、不意をしのげ、そのたくましさ見習え、裸足のゲーム、傘もささずに歩くとしゃぶりの中を見ろよこの晴れやかな顔、よっと超えた痩せ我慢、いえそこにこそこだわるぜ、 Cause I'm the man、 渋滞続くハイウェイ、尻目にマイウェイ、行くぜこのまま寝ないで、決して最近やっぱでもヒップホップ自分でさ、いまだにもう好きだから掘っていってるしさ、うん、わけでしょ、やっぱいまだに驚きとかやべえみたいなのってあるの？いやめちゃくちゃ減ったけど、めちゃくちゃ減ったんだけど、うん、けどでもね、新しいものを聞いてるよりやっぱ昔のものを掘り返して発見して聞いてる時の方がなんかアイデアを感じる。音楽ってもう音楽的になってるから、音楽のルールでそのまま今いけちゃってる部分とかって多分あると思うんだ、うん、コード進行とか、うん、そういう理論があってできちゃう人もやっぱいるから、うん、じゃなくてもう無理やり切り出してるものとかやっぱすごい多いから、うん、昔のものって、うんうんうん、だからこれどうしてたんだろうなっていう当時の人はみたいなことが、うん、意外と分かった答えになったりする時あって、なるほどね、あ、ここをこういう風に撮ってたんだとかを、ものによってはそれを感じさせなさすぎて、うん、どうやってるか分かんないものがもうちょっと荒いと分かったりするみたいなこととかすごいあったりして、はいはいはい、あとそれをなんか今に引っ張り出せるもんないかなとか探したりはすごいしてる、なるほどね、うん、でもそれはマジで同意見俺はもういや俺は前も言ったかもしれないけど、に Spotify のデータでそのアップロードされる音楽の数っていうのが公表されてて、要するに誰でもパソコンがあっていつでも作れて、曲はね誰でもアップロードできたから、その代わりにゴミみたいなのがいっぱいあるのよマジで。だから本当にこれはクラシックだとかマジでいいと思うもの何回も聞いた方が全然発見がある、めちゃくちゃ発見あるよね、そう本当に思う。あと特に最近の J のヒップホップはあんまり聞けなくて、うんうんうん、そうなんかフローが面白くないのよ、まあうん、フローが俺オムスのフロー大好きだけど、あよかったよかった、もちろんもちろんほっとしましたじゃなきゃ参加しないトゲがじゃなきゃ参加しない、いやでもなんか、うん、分かる分かる、そのいわゆるそれこそウータンとかを通ってない人たちが今のヒップホップ聞いてそれをヒップホップとしてやっていく人たちがいるから、だからなんか本当にそれで日本語で言うとずっと同じリズムで抑揚とかストップとかがなくて、うん、でもリリックがいいからお経みたいなの、うん、お経と一緒と思って、お経ってリリックいいじゃん、でもラン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 ずっとこれでしょ、うん、そうだからお経にしか聞こえないってある日思い始めて全然聞けなくなっちゃってさ、だからこいつのフローやばいよねたまになった時に、うん、ああやばいんだって思う時があって、分かんない時がリアルに、その本当にやばいフローってなんか、うん、なんかいろいろ聞いてきた気がしてるから自分の中で、うんうん、あこういうのがやばいんだっていう風に、なんかじゃあもうちょっと聞いてみようみたいな、うん、逆になんか、うん、そういう感じになる時すごい多くて、分かる、なんか音楽的じゃない人も増えてきたから、うんうん、その音楽としてやっぱ聴けるラップと
ラップが合ってくるから、うんうん、その抑揚があったり、うん、メロディーがあったり、うんうん、メロディーだけじゃないしね、音楽は抑揚もあるしグルーヴもあるし、なんかそうだから最近俺はクラシックをひたすら聴くっていう。なるほど、ね、マジでお経だよお経みたいなマジで多い、びっくりする、うん、教えて、最近よく教えてもらったんだけど、しかもうと昔もうこれは古い価値観かもしれないけど、やっぱ昔の人ってやっぱ被るのはダサいと思ってるから、うん、特にああ、うん、なるほどなるほど、確かに、からオリジナルな人がでもその分やっぱりいっぱい出てきたと思うっていうか、うん、うん、むちゃくちゃすぎんなみたいな、受ければ何でもいいんかいみたいなのもいるんだけど、あとまあ社会を色濃く反映してますから、うん、やっぱりこの閉塞感とか、どっちかというと未来が見えない感じとかがそのまま音楽になってると、俺はやっぱもっと未来があった時の音楽聴いた方がなんかいいなって思う時がたまに、単純に時代的に、うん、それはね、なんか俺が年食った古臭いとかじゃなくて、俺が好きな時代が90年代前半だったり、ファッションだったりね、単純に好きなんだよ、そう思う、うん、そうって感じかな、うん、確かに確かになのそんな確かに最近のの聴いてるのと昔のケツと、確かイメージ、うん、閉塞感とかそういうの考え方したことなかった。明らかにフローの自由さとかがもう違うじゃん、なんか夏とか聴いてやっぱいつでもすごいなって思うし、あの時の勢いもあったけど、確かに多分ね、それだねそれなんだ、最後分からされたねちょっと今回ね、でも分かってきた、いろいろ聞いてちょっとデラソウルもちょっとちゃんと聞こうって思ったし、あ、マジで結構発見あると思います、ありがとうございます、本当ありがとうございます、まだまだあと5回ぐらいはやりたいですちょっと、ね、定期的に定期テストやる、定期テスト定期テスト、ね、この前よりみたいにあれみたいな、聞いてるんだもうっていう、そんなのやらせてくれたらもっとなんかペラペラいきますよ。それで言うとさ、さっき95年でさ、そのサウスもイーストもウエストもなくなったというか、こう全てがこう一つになったって言ったけどさ、まさに今 UK、オーストラリア、日本もそうで、全部シームレスじゃん、シームレス、もう今マジで本当この3年ぐらいシームレスになったと思うんで、だからでもうヒットチャートはほぼヒップホップというね、みんながヒップホップと思うようなやつがこう溢れてきて、だこっからどうなるんだろうっていうのが俺すげえ楽しみ、気になるっすね、そうだね、だって昔は聞けなかったアフリカとかのヒップホップも、今じゃなんか普通に聞けるようになってるっていうか、そんな出てくるまでもないぐらいいなかったから、確かにね、ということで、2週にわたって OMSB をお迎えして、ちょっとヒップホップ談義ないしは、俺ちょっと家に持ち帰ってもうちょっと噛みます、噛みます、持ち帰りだね、これはもうちょっと噛み締めたい、これはでも間違いなくリップサイドプラネットの血肉になりました、やっぱいろんなものを聞いて、こいつはやべえっていうものをやっぱ見つけていかないとダメだし、自分のスタイルを確立していくってことはやっぱヒップホップから学べることですよ、いや俺最後の話でちょっと、はい、はい、来週は新譜会をお届けいたします、ということで、はい、オムスありがとう、これこそありがとうございました、お邪魔しました、めちゃくちゃ楽しかったです、 See you next week, peace、がっかりさせてごめんね、君の理想にはなる気はないんだ、やっぱり分かり合えないね、しばらく離れてみようか、 This is going nowhere、 これ以上何も生まねえ関係、残念また来世戻るだろう、 No, no, never、 またねじゃなくてさよなら、 No, never、 毎日をこれでも、期待してた結構、yeah、 君の原点法、折り合いつけるベスト、yeah、 担保できない才能、yeah、 覚悟のない信用、yeah、 言っただ言わねえだのトークじゃねえ、多分どっからかもう無理だった、多分刺さる刺さる、何言っても刺さる、君はもっとラフでもクールだよ、あなた着飾って光るべきだよ、見ざる言わざる聞かざる、離れて歩きたがる、しばらく離れてみよう。